こんにちは、船旅が大好き、セイです。さて、先日別府大阪間を運行しているフェリーサンフラワー紅のセミデラックス和室という豪華な個室に滞在したところ、まるで実家のような安心感とともにリラックスした旅が楽しめたので、その時の様子をお届けします。では行きましょう。おお、混んでるな。はい、そのスマートフォンに QR メールとか、電話予約だったんでもらってます。はい、です。なるほど。窓口の1階に受付がありますので、はい、お願いします。はい。ということで、受付を済ませて、こちら、チケットを発券してもらいました。ここについてる QR コードですね。これをドアのキーにかざすことで、部屋に入れるようになります。楽しみですね。今、バイクが乗船を開始しましたね。おそらくこのバイクの次は私たち乗用車なんじゃないでしょうか。さあ、いよいよ乗船です。いや、ほんとこの瞬間ってワクワクしますよね。なんか何回この乗り降りやっても飽きないですよね。さあ、今回はどの辺に止めることになるんでしょうね。前回は上のデッキに車を止めたんですが、今回は下のデッキ、今ちょうどいるこの階ですかね。あれ？違った。ここから下の階にデッキがあるんですね。おお。前回は上に登ったけど、今回は下に降りる。はあ、まだ下にもデッキがあったんですね。になってるんですね。お、さらに下がある。面白い。こんなデッキがあったんだな。割と狭いですね。上のデッキに比べると。天井も低め。右後ろの奥の方で車が展開したり、いろいろとこう場所のやりくりをしているようですね。ぐる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 っと回りきれるかな。おお、割とギリギリ行けました。はい、真ん中、はい、はい、おー、はい、よいしょ、よし、到着。なんか面白い止め方ですね。ま、何はともあれこれで到着です。では荷物を持って上に上がりましょう。と、このように2階デッキ、一般人が入れる一番下の階ですね。ここに私は案内されました。天井の低さや横幅の狭さなど秘密基地感があってちょっとワクワクしました。そしてエレベーターの方は順番待ちがかなり長そうだったので、もう階段で行くことにしました。階段でもこれ以上下には降りれないようですね。では登っていきましょう。2階と3階はすぐだったんですが、4階デッキと5階デッキは天井の高さがかなりあるので、あれ、まだ次の階に着かないなと、5階に上がったあたりでちょっと後悔し始めました。6階、あと1階なんだけど、これが長い。荷物持ちながらなので、途中休憩したりしながらパブリックスペースのある6階へと到着しました。このアトリウムと呼ばれるホテルのロビーのような空間、綺麗だし吹き抜けもドドーンと広いしで、
まるで高級ホテルのようですよね。本当に見応えがあります。ではいよいよお待ちかね、今夜泊まる部屋に向かいましょう。客室は6階、7階、8階と用意されているんですが、今回私が泊まる部屋は7階でした。しかも窓付き、外の明るさがわかるっていうの結構ポイント高いですよね。さらに最上階8階の部屋はバルコニー付きとなってるんですよ。豪華ですね。いつかそっちも泊まってみたいですと話しているうちに部屋に到着しました。こちらが今回私が泊まる部屋です。扉の取っ手の部分には QR コード読み取り装置がついているので、ここに QR コードをかざして開錠します。そしてドアを開けてみると、お、広っと素で驚いて普通に声が出ちゃいました。いや、これビジネスホテルとかと比べてもめちゃくちゃ広いですよね。うわー、広っ。ではせっかくなのでルームツアーもやっていきましょう。まずこちらは玄関スペースですね。こちら、この靴を脱いだり履いたりするスペース、このスペースも広いですね。さすがは団体客用。そしてこちら玄関の隣には化粧台が用意されてます。結構鏡もしっかり大きめですね。ここにはこれライトのスイッチがあります。こうすれば普通に明るいですね。そしてテーブルの下にはドライヤーがあります。そして椅子と、そばにはゴミ箱もありますね。そしてこちらがスリッパ、室内用、洗内用でしょうね。そしてこの部屋はコネクティングルームになっているので、このドアは隣の部屋に続くための部屋ですね。今日はここは使いません。そして反対側、まずこちら、これ姿見が大きいのがあります。ここで身だしなみもバッチリですね。そしてここのドアを開けると、よいしょ、シャワートイレルームですね。こちら暖房便座があります。もちろんちゃんとウォッシュレット付きですね。しかもトイレットペーパーが2ロールあります。1泊2日の旅でまず使い切ることはないでしょう。その上にはカップがありますね。これ揺れる船の上でも大丈夫なようにと、このようなホルダーがついてるわけですね。そしてこちらが洗面台、やっぱりこっちも水しぶきが跳ねにくいようにですかね、かなり底の深いものになっています。なんと備え付けのシャワーもありますよ。ちゃんとこうやってシャワーカーテンが引けるようになっています。これ部屋で浴びれるって便利ですね。ちゃんとこれ船が揺れても大丈夫なように、これしっかりとシャワーヘッド固定されてます。では改めてメインとなるこの和室を見ていきましょう。真ん中にはでっかい、これこたつになりそうなローテーブルが置いてありますね。そして右手にはこちらずらーっとマットレスが並んでいます。一般的な布団のマットレスに比べるとかなり幅が狭いタイプとなっているんですが、これ4つ置かれてますね。つまり4人まで泊まれるということですね。そしてこちらベッドサイドライトでいいんですかね、読書灯といいますか、これでつくのかな。お、ついた。それと USB チャージャーと 100V 電源、これが 1,2,3、 そして4つ目、これだけ形が違うんですが全部で4つもあります。そして反対側を見ると、ででーんと、これでっかいテレビが用意されてます。でかい、これ42インチよりでかいんじゃないですかね。そしてこちら右隣にはこのようにクローゼットでいいんですかね、そういったスペースが用意されてます。私の旅行カバンと撮影機材が入ったバッグも一旦ここに置いています。そしてこちらにはその他の荷物を置いておける棚がありますね。
こちらは布団と枕ですね。お、とってもふかふか。その下には、コーヒーとか、あと紅茶とか、日本茶もありますね。じゃあそれを飲む用のカップに、ガラスのコップ、そしてウェルカムドリンクですかね、と電気ケトル。お、これ氷を入れておくアイスボックスですかね。給湯室にある製氷機からこれ持って出れるようです。ありがたいですね。部屋でハイボールが飲める。その下には冷蔵庫、中が見えるガラスタイプになってますね。これなら下船するときに置き忘れる心配がないですね。で、こちらがタオル類と歯磨きセットと、あとこれは羽織ですかね、浴衣、部屋着かなが入ってますね。こちらには備え付けのハンドタオルとバスタオル。いやー、これは快適に過ごせそうですね。そしてこちら、窓を開けると、あ、じゃない、障子を開けると、わー、外が見える。うわー、これは嬉しい。ここから出港するところを眺めることができますね。いやー、ははは、窓のある部屋、そして部屋がめちゃくちゃ広い。いやー、こんな贅沢しちゃっていいのかなってぐらい贅沢な空間ですね。こんだけ快適なスペースに午後6時以降しか入れなくって、明日の朝6時半には下船って思うと、ちょっともったいない気になりますね。もうちょっと長くいさせてほしいですね。この部屋ほんと広々快適なんで、ここから出たくないんですが、お腹ももうめちゃくちゃ空いたので、今から大浴場で汗を流して、その後夕飯を食べに行きます。いらっしゃいませ。ジョッキを2番のジョッキ受けに置いてください。ビール、泡が継ぎ終わるまで少々お待ちください。お釣りのある方は忘れずにお取りください。サンフラワー紅紫のレストランはビュッフェスタイルの食べ放題となっていて、さまざまな料理を楽しむことができます。なので私もいろんな味を楽しみたくて、それぞれを少しずつ取りました。特に私のおすすめはこの琉球丼という甘じょっぱいタレにつけたお刺身ですね。ご飯との相性も抜群にいいんですよ。だし茶漬けにしてサラサラと流し込むのもありです。またこのレストランは営業時間が終了した後も居座ることが可能なので、ゆっくりたくさん食べたい方もあらかじめご飯を多めにとっておいて、ゆっくりと食事を楽しめますよ。ありがたいシステムですね。このように寝床の準備も整いました。せっかく広々とした部屋を使うので、マットレスも贅沢に3つ敷き詰めて、その上にシーツと掛け布団をかけました。その上でこの広々としたローテーブルがそばに置いておけるので、ここで
さらにお酒を飲んで眠くなったらそのまま寝ちゃうというとてもぐうたらな空間が完成です。では追加のお酒を買ってきましょう。ではここからはこの部屋の中で宴会です。よいしょ。ではいただきます。あーうまっうまっ。これあのさっき売店で買ってきた京都ビールってやつのクラフトビールですね。それのゴールドエールっていう種類なんですけど、あ、めちゃくちゃうまいっすね。もちろんビールならではの苦味もあるんですけど、それ以外にすっごいなんかいい香りがしますね。飲んだ後にふわっと口の中に香る広がる香り、あの清涼感って言えばいいんですかね。そんな感じが口の中に広がります。うん、うん、やっぱうまい。これ明日朝また売店開いたら下船する前にちょっと買っておきたいですね。これ自販機では売ってなかったんで。おいいですね。おお、あそれにしても今本当に船の上にいるのって感じですね。これ部屋が広い。今時刻は午後10時10分。もうぼちぼち寝なきゃ明日きついなってラインを過ぎようとしてるんですが、なんかこの時間もうこれで寝て終わりにするのがもったいなくって、ちょっとこちらハイボールの方も開けました。せっかく氷も取ってきましたからね、まあ、せめてこれを飲み干してから寝ようと思います。あ、うんめ。やっぱり船の上だなって感じるのが、時折こう舵を切るんでしょうね。それでこう船全体が右とか左にこうゆらーって傾いたり、あとはエンジンの静かな振動がわずかにこうコン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 ってこう伝わってくるっていうのがありますね。まあでも今までの普通の軽油で、軽油？重油？どっちかで動いてるあの船のディーゼル、あれと比べたらもうめちゃくちゃ静かですよね。これが LNG の力かって感じです。なので本当穏やかで心地いい振動って感じですね。ということでお酒も飲み終わって、今時刻はもう11時です。本当にもう寝ないとやばい時間ですね。あーでも本当になんかすごいいい気分で酔えてましたね。めちゃくちゃリラックスしました。もう歯磨きも終わったのであとは休むだけです。では今日のところはこれで失礼します。おやすみなさい。Thank you.
はようございます。今時刻は午前5時をもう過ぎてますね。今日は日の出は確か4時50何分とかだったと思うんですが、残念ながら曇ってて日の出の様子は、太陽が昇ってる様子はわからないですね。まあそれでも結構これ障子越しに明かりが入ってきて、そのおかげですんなりと起きれました。ちなみにこれ今気づいたんですけど、ちゃんとここカーテンがあるんですね。これをシャーッとやっとけば、この朝日の眩しさで起きることはないんだろうと思います。まあ逆にこれが、この明るさがちょうど目覚ましになってたんで、私としてはこれカーテン開いた状態でちょうど良かったですね。大阪南港に到着、ほぼ到着ですね。今接岸しているところです。このようにちょっと下を見ると分かりやすいですかね。ゆっくりゆっくりと左方向に向かって進んでますね。そして奥には大阪南港のターミナルなどが見えます。ということで、もう大阪南港に到着して、今下船準備が進んでいます。係留ロープをかけたりですね。で、私の車は昨日2階デッキに止めたんですよね。メインの一番広い4階と5階があるデッキの下の方ということで、まず4階と5階にあるあのデッキにある車がまず出てから、2階と3階の車が出るということで、2階3階に止めてる人たちはまた再度案内があるまで、室内かあるいはアトリウム、あのロビーのようなとこですね、そこで待機していてくださいとアナウンスがありました。もう出る準備も全部整ったし、せっかくなのでアトリウムで缶コーヒーでも飲みながらゆっくり過ごそうと思います。さあ、いよいよ下船です。おお、バイクが多いな。ちょっとここ何度か切り返さないと曲がれなさそうですね。グリ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 っと。さあ、ここでぐるっと U ターンしてスロープに入っていきます。一発で回りきれるかな、どうかな。よいしょ、ここからぐるっと、よし、一発で曲がりきれました。お、出るときは入ってきたときと違うスロープなんですね。よいしょ、こちらからぐるっと回って、こっちのスロープ、あ、なるほど、入ってきた時とは反対の出口から出ていくんですね。はい、さあ、大阪に上陸です。よいしょ。
今日はこれから兵庫県の三木市にあるリード M クライムというハイラックスサーフ専門店に向かいます。さて今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたか？面白かったよとか役に立ったよという方はよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。また SNS でシェアもしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。